県と奈良市は今日新型コロナウイルスについて新たに5人の感染が確認されたと発表しました県と奈良市によりますと新たに感染が確認されたのは20代から70代までの男女合わせて5人でいずれも軽症です感染経路については3人が分かっておらずこのほか1人は大阪府の感染者との接触 1>, 1人は大阪市内での飲食とみられています今年1月からの県内の感染者の累計は631人で現在17人が入院しており重症が1人また宿泊療養中が1人となっています